皆さんこんにちは、うらべのです。今日はですね、じゃんじゃーん。ダイソーでお買い物をしてきましたので、そちらの購入品を皆様にご紹介していきたいと思います。すごい、袋大きくないあのね、めちゃくちゃキッチン用品が多い。キッチン用品、お掃除用品、食べ物。 あの、基本的に私は食べることが本当に大好きなので、食べることを中心に生きております。そちらをちょっと踏まえた上で、こんな感じで見ていただきたいと思います。まずはこちらでございます。じゃんじゃじゃーん。プッチン穴あけ機。ゆで卵の殻がスルリと剥ける。これ素晴らしくないですかまだ使ってないので何とも言えないんですけど、結構すごいいいよっていう噂をとてもよく耳にしますので、私ゆで卵のね、皮を剥くのが本当に 本当に下手なんですよ。チキンナンバーとか作ろうとすると、ゆで卵必要じゃないですか。でもあんまりさ、これが本当に下手だから、作りたくないんですよね。ゆで卵恐怖症ちょっとそれを克服しようかなと思って、プッチン穴開け機を買ってみました。私のゆで卵人生はこの、プッチン穴開け機に託されました。というわけで、次です。 たらーん包丁タぎ今のね、包丁は3年ぐらいかな使ってるやつなんですけど、まあ、ニトリで買った激安のね、包丁を使ってるんですけど、三徳包丁。それがね、本当に切りにくくなってきてて、マジでトマトとか潰れるんですよ。本当に切れない。もうなんだこれやと思って。料理中にイラッとするのが本当にすごくイラッとするんですよ。それを防ぐために包丁タぎを購入しました。私の豆チキシを。 お教えしたいと思います。あのね、包丁を持ってくるとちょっとあれかなと思ってナイフにしました。普通のお皿あるでしょこのお皿の、この後ろ側の、ここの縁のところに、このナイフの刃を、こう、当てるんですよ。ちょっと嫌な音するかもしれないから、ちょっと消しますね、音。 こうやって研ぐと、ナイフの、ここの切るところが、研磨されるんですよ。でも、このやり方は、もう今だけとりあえず切れればいいっていう感じのやり方なので、長期的にはあんまり持たない。料理してる時に、あ、ちょっともう切れない、あーってなった時に、お皿の裏をお借りして、こう、シュッ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 って、シャ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 ってして、で、切ると、本当にね、驚くほど切れるから、ちょっとやってみてください。騙されたと思って、やってみて。 マジで切れるから。私が前イタリアンでバイトしてた時にキッチンの社員さんに教えてもらった。今までそれでどうにかこうにか自分をごまかして生きてきたんだけど、さすがにもうちょっと厳しいわと思って。別に100均のだったらそんなに遂げないじゃん。クソっていうことはないと思うから、まあその時は、まあ残念でしたって感じで、物は試したということで買ってみました。次もね、キッチンです。じゃんじゃかじゃーん。じゃん解答。 違う。冷凍用フリーザーパック。これはね、本当に便利なんですね。これのさ、すごい可愛いバージョンがあったんですよ。なんか、イケアとかに売ってそうな可愛いフリーザーパックがあったんですけど、それをこう、よく見たら、冷凍庫はダメ、電子レンジもダメ。もうそんなのフリーザーパックの意味をなしてないと思って。まあ、サイズは M サイズなんですけど、大は小を兼ねるし、小は大は兼ねられるっていうことで、そんな感じです。余った野菜をさ、 全部この中に入れといて、ある程度溜まってきたら、味噌汁の具に全部バッて投入すればいいので、おすすめです。と次です。次も、キッチン用品。タラーン天ぷら油、凝固剤。あのー、私の旦那様がですね、とても揚げ物が好きでして、私はすぐに胃もたれをしてしまうので、あんまり食べないんですけど、まあ出されたら食べるよ。なんだろう、衣がいっぱいついてる系のエビフライとか、そういうのはちょっとね、一個二個で割とすぐに、 あの、胃が五輪中になるので、あんまり食べないんですけど、あのね、すごく喜ぶんですよ。だからちょっと買ってみました。なんか油の処理の仕方ってさ、どうしてますテンプリンとか、テンプリンだっけなんだっけなんか100均じゃない、こういうやつあるじゃないですか。それ。実家ではそれを使ってたんだけど、どう、どうなんだろうちょっとよくわかんないなと思って、とりあえず100均でこれを見つけたので、これを買ってみました。油のさ、処理って本当に、 ちゃんとしないといけないでしょ水道に流しちゃ絶対ダメだし、あの、普通に捨ててもダメだし、なんか、ゴミ収集の人にも迷惑かかっちゃうし、まあ、なんか、難しいなと思って、とりあえず、こんな感じで、あの、固めて、ポイってしようと思いました次です 次はね、お掃除。たらー粘着テープ。コロコロですね。コロコロのスペアテープ。私、マジコロコロラブなんですけど、すぐね、ここにもある。じゃーん。なんかこう、ちょっと気になったら全部、コロ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 ってやっちゃう。掃除機より絶対的な信頼があるし、もう片手に常にコロコロって感じ。もうね、本当に気になるの。これちっちゃい、なんか、ちっちゃいちっちゃいっていう毛でも、本当にさ、きれいにこう、取ってくれるでしょ ですぐに使いすぎて、もう本当にすぐになくなっちゃうから、これは私の大事な、あの、百均に行くたびに買っちゃうよってぐらい大事なスペアテープでございます。次は、こちら。ノンアルコール除菌ティッシュ。あの、ノンアルコールがいいとか、ヒアルロン酸が入ってる方がいいとか、なんかあんまり興味ないというか、こだわりはないんですけど、なんか一番パッケージがダサかったので、 パッケージダサいイコール、パッケージにお金かけてないから、その成分にお金がかかってますよっていう、私の勝手なイメージ。あの、一番ちょっとダサい除菌ティッシュにしました。次だらんネイルキッス。指先を入れるだけ、簡単マニキュア落とし。こちらでございます。ちょっとこれ、ちょっと今から使っていいですかあんまり見せたくないんだけど、本当になんか、バッチリ爪を見せる感じになるんですけど、すいません。こんな感じ。あー、やだー あの、私一応モデルをさせていただいているんですけれども、そのモデルの仕事をするときって、唐突に爪を、あ、じゃあ爪塗りますね、とか言って普通に爪をあの塗ってくださるんですけれども、普段は爪ってそういう風に塗ったりするかもしれないし、その服のイメージとか色々あるから、爪って基本地爪なんですよ。ジェルネイルとかはもう本当に持っての他って感じで、まあ、まずまずしないんですけど、 その本当にたまにしか爪をやらないから、家にね、除光液がないんですよ。除光液ってさ、結構こんな大きいじゃないですか。邪魔なんだよね。私すごく、あの、自称ミニマリストなので、あんまり基本的に物は置かないんですよ。なのに、そんなにたまにしか使わないような除光液がこんなにダーンって置いてあったら、マジで邪魔。あんまり買わないで、なんか、こうやってカリカリカリとか言って、剥がしたり。 ま、さすがにちょっと、こんなお爪じゃ人前に出れないわっていう感じなので、これを買いました。はい、ビフォーです。こんな感じ。容器に指差しを、指先を差し込むだけ。うん、しか書いてない。突っ込みます。だん、はははは。ははは。えぇ、ー、柔らかい。はぁ。はぁ。なんだこれ。すごく不思議な感覚。 何これすごく気持ち悪い。正直すごく気持ち悪い。なんだこれあはは取れたえ、やばい。言います。三二一チョン。ワン、ツー、スリー、スポン。取れたえ、やば。え、マジですぐ取れるんだけど。何これすごく感触はすごく本当にマジで気持ち悪いけど。マジで本当にすぐ取れる。えぇー楽楽ちんないんだけど <laughs> やばい え、これは革命が起きたね。え、今日の中でマジで一番おすすめかも。<laughs> なんだこれ本当に。本当にうまい。見てえ超綺麗なった。すごいね。え、ちょっとやばいね、これ。え、やばいね。え、やばいね。いね見て超綺麗。あ、やばい。え、ちょっと革命、革命。そして、すぐ乾く。 ちょっと、やっぱペットペット感はあるけど、こんなの水に流せばすぐですから。え、やばい。これやばい。これやばい。マジ惜しい。<laughs> 最高の商品を見つけてしまった。私は今とても興奮している。ちょっと手洗ってくるね。<laughs> 次はね、28歳、27歳らへんあるあるなんですけど、結婚式が立て込んでいる。 うん。結婚式が立て込んでいるので、ご祝儀袋を買いましたイェーイマジご祝儀貧乏みんな本当におめでとうもうね、行くたびに涙涙本当にいい顔するよね、みんな。 あの、このベールダウンをするときのお母様のいってらっしゃいっていうあの顔。やばいね。ちょっと思い出してもうやばいね。思い出してやばいんだけど。あの、正直さ、ご祝儀袋ってほとんど使わずに捨てられてしまうじゃないですか。それに600円かけるのは私的にはとんでもないお姉段んでございまして、あの、しかもこの時期ね、何度も何度もあの結婚式に足を運ぶという時期でございますよ。私が最初に 結婚式に出たのは、大学生ぐらいの時かな大学卒業してたかなぐらいだったんですけど、まあ、全然何も知らずに、その600円、700円で、あの、すごく可愛いご祝儀袋を、東急ハンズで買ったんですよ。その時、実家から、あの、結婚式に行ったんだけど、見て見てめっちゃ可愛いの買ったんだつっ,ってお母さんに見せたら、はあ、あんたそんな、なんか、東急ハンズで買ったんねんって言われて、そんなあんた一周しか使わんないやけん、100均でいいよって言われて、あ 私の中では、その時雷がズターンと落ちまして、確かにって思ったの。あの、百均にご祝儀袋を売ってるっていう事実を知らなかった。で、私はもうそれからずっとご祝儀袋は百均なんだけど、この前も友達の結婚式にね、行った時に、あの、友達が、え、ご祝儀袋ってさ、本当にマジで一瞬しか使わないのに600円もする高級な、こんなさ、封筒を一瞬であの、どうせ捨てられるわけでしょみたいな。 私のすさんだ友達って言ったら、この YouTube 見てくれてるから、おいって言われるかもしんないんだけど、あのね、そんなことをね、言ってたわけですよ。百均にご祝儀袋あるんだよしかも今日持ってきたやつは、百均のご祝儀袋だよとか言ってみせたら、はぁ、あ、ってしてて。え、可愛くないですか全然普通に。これもなんか、ね、水引きもすごくしっかりした、あの、鶴、鶴ですか鳥があの真ん中にいらっしゃって、こちらも、 安定に鳥がいます。緑でさ、すごくあの、金が入っておりまして、とてもゴージャスで、これが一番私的にはお気に入りなんですが、この赤とかね、可愛いでしょその人のイメージに合ったご祝儀袋を渡そうと思って心がけているんですが、一応、100均でも心とお金はちゃんと入ってますので、受け取っていただければと思います。次次からはね、食べ物ですね。食べ物、第1弾、じゃらーん。 こちら、プルントこんにゃくゼリー、グレープ。これね、本当に、あの、開ける開けとこうか見るみんな。あの、知ってる方すごくいっぱいいると思うんだけど、こんな感じですね。こんなちっちゃい、上のね、ここをピリッと開けて、こうやって、ミュって、チュって出てくるっていうこんにゃくゼリーなんですけど、すごく味がすごくしっかりする。 小腹が減ったなっていうことが私はすごくあるんだけど、すごく小腹が空くの。小腹が空くのが何回もあるから、もう大腹が空いてんじゃないって感じなんだけど、たまにしか買わないんだけどね。百均に行った時しか。次ですで、ゃじむきあまぐり渋いよねー。渋いけど、私あまぐりとか、栗、芋大好き。だから本当にこれを見ると、 ってときめいちゃうので、今日も買っちゃいました栗ってさ、なんでこんなに美味しいんだろうね。次次は、こちら。昔懐かしい。あの、超久しぶりに買いました。フルーチェ。<laughs> やばくないフルーチェとかさ、27歳になって買ったことないんだけど。子供の頃、お母さんにすごく頼んで頼んで頼み込んで夏休みにフルーチェを作ったっていうのを若干覚えてるんだけど、じゃーん。もう開いております。フルーチェね、さっき作ったの。 作ったからちょっと皆様にご覧いただくね。じゃんじゃじゃーん。やばーいいただきまーす超久しぶりうまい。めちゃくちゃうまいとかじゃないんだよね、このフルーチェっていうのは。まあ正直普通の味ですよ。うん、フルーチェって感じの味。で、ね、ここまでが昨日買ったやつなんですけど、ちょい前に買ったやつ ?3 日前ぐらいに買ったやつそう、なんかたまたま、 あの、体重計の電池が切れて、あ、100均行こうと思って、100均に電池売ってるでしょ。だから、たまに買いに行ったんだけど、お手紙を書かないといけない用事があったので、レターセットを買いました。これとね、ピンクとブルーが入ってました。すごくシンプルな、こんな感じのレターセットなんですけど、 まあ、あんまりラフすぎず、硬すぎずっていう方へのお手紙だったので、こんな感じで。あの、本当にね、100均は、便箋とかレターセットとかがね、豊富でございますよ。これはちょい前だね。これマスキングテープ。これすごい可愛かった。で、これもマスキングテープ。はい、正しい並び位置ですね。こんな感じで入っておりました。 あの、細くて、すごくデコレーションしやすいタイプのマスキングテープでございました。まあ、あとはこういう色画用紙暖色系と寒色系で一つずつ購入しました。もうこういうのもアルバムを作るのにすごくね、いいんですよ。なんでこんなにアルバム系のものがいろいろ揃ってるかっていうと、私あの、先月結婚をしたんですけれども、まだね、コロナの影響で顔合わせができてないんですね。お互いの両親が、 どういう顔なのかとかを知らないんですよ。ちょっとそれが私たち的には結構引っかかってるから、なんか一応ね、やっぱりちゃんとどういう家族の人たちと結婚しましたっていうのをお互い分かってほしいから、写真を送ってもらって、それと一言メッセージを書いていただいて、私の家と旦那さんの家に送りました。あ、こういう人なんだねっていうのがちょっと分かっていただけたんじゃないかなと思います。 まあそろそろちょっとね、あの緊急事態宣言も一応開けたので、近々ね、挨拶できればいいなと思うんですが。まあそんな感じです。うん、なんか何の話って感じで最後終わったんですけど、こんな感じで100均の購入品紹介終わりでございまーす。なんかさ、最近すごくアフレコ続きだったから、どういう風に動画を撮ってどういう風に締めたらいいのかわかんなくなっちゃった。どうしよう。